はい、こんばんは、ミドル巨人くん PC ジャイアンツキャスト4月号でございます。お相手はこの方です。どうぞ。はい、こんばんは、ソンゴールドです。はい、こんばんは、よろしくお願いします。はい、どうも、こんにちは。はい、どうも。4月号でございます。前回は、はい、タンズウエストの背番号の話を聞いたんですけど、思い出されましたかね。ウエスト何番になったかな、忘れちゃった。調べたんですよ。うん、はい、何番だったっけ。あのね、ストーンさん19番でした。ああ、菅野ですね。多分、うん、菅野ですね。と上原、イース番号ですね。ああ、なるほどなるほど、うん、ということなんですね。本当は18番なんだったけど、うん、世の中的にはねって話なんですよね。そうですね、うんうん、当時はだからまだ杉内の番号だったんですかね。ですよね、うん、うん、ということですわ。はい、ね、はい、はい、ね、この間、まず軽くオープニングトークということで、はい、こうやってポッドキャスト番組を立ち上げたということもあってですね、はい、なかなか僕も話題がそんなに豊富な方じゃないもん、ね、はいはいはい、ちょっとあんまし見たことないテレビとかなんか見てみようかなと思いました。あ、そう、わざわざ、うん、プロレス見てみたんですよ。おう、うん、何見たんですか。で、たまたま見たのが重心サンダーライガーが、うん、の試合でして、うん、その試合負けたのかな。で、次の日記者会見で引退するってやつ ね、 するってやつね。あ、タイトルマッチだったかな。タイトルマッチ、西森に負けたやつよね。んだ、確かそんなタイトルマッチだったような気がしますね。うん、うん、まあ、で平成に始まって平成に終わる人ですからね、あの人は。そうですよね、うん、で、それで思い出したことがあって、うん、平成元年、さっき平成がは、うん、の始まりって言われましたけども、うんうん、この時代にコミックボンボンという雑誌でですね、うん、永井豪の作品、はいはい、重心ライガーっていう漫画があったんですけど、うん、これとサンダーライガーは関係があるんでしたか。あります、あります、もう大いにあります。あ、そう、絡んで、それがモデルですね。タイガーマスクみたいにして、うん、漫画から飛び出した山田圭一っていう人が、はあ、まあ、中におるんですけど、ああ、中の人は中、はい、山田圭一さんなんですけど、まあ、この人もなんていうかな、マスクなしの時から結構若手の時からね、有望株で有名なんですよね。ただ体がちっちゃかったんですけど、はい、まあ、運動神経いいし、根性あるしっていうことで、はいはいはい、うん、あとプロレスセンスがすごくあるんで、うんうん、新日本でジュニアヘビーというね、うん、カテゴリーで頑張ってやってましたけど、うん、じゃあ、ね、やっぱそう、いわゆるこうコラボレーションというか。そうですね、長井。だからあの人のプロフィールは、うん、出身地が長井豪宅なんです。確かに。そうなんですか。うん、重心サンダーライガーの出身地は長井豪宅ってやつ。僕もこれ、ずいぶん昔の作品、ちらっと読んだ記憶があるんですけども、うん、確か、ウルトラマンぐらい大きくなって、怪獣と戦うような漫画だったような記憶があるんですけど、うん、そうなんでしたよね、確かね。うん、そうですね。ね、そうでしたよね。はい。というオープニングトークをちょっと一発かましてですね。はい、やってみたいと思います。はい、昨日の4月14日で、とりあえず一回り、ね、各球団回りました。はい。はい。で、まあ、今んとこ14試合を消化して8勝6敗で、セリーグの3位ですね。3位になっちゃったのか。3位になっちゃったんですね。ベイスターズが上がってきましたからね。ね、ヤクルトが1位、2位ベイスターズで、巨人、中日、阪神、広島という並びになってますね。直近に試合、昨日、一昨日と11点も取られるような、うん、ゲームになっちゃいましたね。うん。この辺も、まあまあ、火力の強いスワローズ相手っていうのもあって、やっぱりね、なんか一番懸念してたことが出ちゃったなっていう感じですよね。先発崩れた時の後がどう処理するかってなると、はい、やっぱ向こうも先発崩れてるんですよね、6点6点っていうことで、ね、はいはい、そうですね、うん、そっからの勝負になった時に、うん、宮国にしても誰だった、桜井、宮国も、うん、桜井もそうかな、うん、2回持たないんですよ。そうですね、うん、でやっぱコントロールが甘いのと、うん、まあ、原曰く読まれてると、はい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 、
フォームに癖があるから読まれてんじゃねえかっていうようなこと言ってたんですけど、はい、うん、やっぱリリーフが弱えなと、うん、あれいうとこです、ね、印象的な焼きごてを入れるくらい反省しないとっていう、ね、うん、ね、150キロぐらい投げた畑も、いざストレート投げるぞって分かるようなフォームがあったので、うん、それはあの指摘できずに多分ね、石井あたりが見抜いてんじゃねえかったかなと思うんだけど、コーチのね、はいはいはい、石井拓郎さんですね、うん、あの人得意ですからね、そういうところは、はい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 、そうね、まあとにもかくにもそういう投手陣があのちょっとあれだなということで、うん、今日は5人の選手が、うん、入れ替わってるね、うん、そうですね、前回の収録でちょっと期待したいねって言っていました、坂本光輝とか大江とかを含めて畑も含めて5人ね、行っちゃったよということになりました。これ残、まあ、2週間5試合になるから、まあ、畑は外れるんだ、その代わり高橋とか入ってくるんだろうなって言ったけど、うん、ですね、残念なのがこう怪我をした、怪我というか、うん、吉川尚輝に代わって吉川大輝がしばらく、あ、その大敗した試合で1番をセカンドで出たんですね、うん、だから左なんでっていうことでね、うん、田中じゃなくて吉川大輝を使ってたんですけど、うん、やっぱり打てないね、あいつは。そうですね、打つ気配は見えない、うん、まあ、守備はいいんだろうけど、うん、まあ、田中の方がマシかなっていうかね、守備ダイソーのイメージが吉川は、うん、どうしても痛い気はするね、うん、やっぱり直樹がいないのはちょっと痛いですね、痛いですね、これ一番痛いんじゃないかなと思う。そうだ、も懸念されてましたね、あいつは怪我だけなんだよなって言ってられる、うん、体が弱いなっていうのが前から思ってて、線が細いんでね、うん、そういう怪我とかね、腰痛とか持ってるから、うん、大事に使わなきゃなんないなとは思ってたんだけど、うん、もう早速1ヶ月たたんうちに持たないっていうからね、うん、やっぱり体弱いんだろうなと、その線が細いっていうかね、線が細いですね、うん、だから潜在能力だけは坂本より上だっていうもんね、はい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 、うん、リーディングヒッターは、うん、あ、坂本が抜いたのかな、どうだったっけな、うん、とりあえず坂本が、うん、まあ、ここ3試合ばっかすか打ってるから、はい、抜いたと思うんですけど、うん、吉川も上位にいたですがね、いや、もうあの 1,2 番でも、まあ、吉川じゃなくても6点は取れてんだから、うん、そのまあ、誰だっけ、岡本がねちょっと当たりが出だしたんで、はい、はいはいはい、これは、まあ、坂本相変わらずバカスカ打ってんだけどね、うんうん、丸、坂本、ここら辺でもチャンス作ってっていうところなんだけど、昨日は岡本、ビアノエバで連続三振、あれは痛かったね、うん、うん、あれはいただけない。とりあえずこう、うん、打撃はとりあえず好調が、あの選手、まあ、なんとかかんとかね、うん、で、うん、怪我しちゃったけど、吉川尚輝も 丸打法ですかね、丸の、うん、打撃フォームを真似て、いい成績を出してましたけど、14日抹消されてね、なるべく早いうちに戻ってきてほしいなと思います、うん、あとビアヌエバが徐々に上がってきましたね、来ましたね、うん、来たなって感じで、確か去年、4月3月4月ぐらいの、メジャーリーグの月間新人王みたいなやつを確か取った、うん、ね、で、うん、同じ別のリーグでは大谷がそれを取ったよというようなことがあったと思うんですよね。でもあの人いいのは守備がうまいんだよね、だから、うん、三塁はもうこれで、まあ、ビアノエバがね、うん、多少打たなくても使えるんじゃないのって、そのあの守備を見たらね、うん、で若いしね、スタミナもあるだろうっていうことで、そうですね、期待はしてますけど、あとゲレーロ6番の固定っていうのもどう思われますか。ゲレーロ波あるからね最近、まあ、守備目つぶってんだから打ってよなと思って、ね、あの序盤、開幕序盤はしばらく調子が良かったですからね、ちょっと停滞気味では現在はあるのかなというような印象がありますけども、まあまあ、またちょこ上がってくるのかななんていうふうに思ってたりもしますけどね、あと
さっきも言われましたけど岡本ね、うん、なかなかこう率は上がってきませんがホームランはちょいちょい出てますね。打点はね、うん、意外とはまあまあでホームラン打点はね、うん、ある程度あってで中地がまだヒットがないと、うんうん、いうのが中地みたいな選手使わないとダメなんだろうな。なるほどね。うん、あとねオープン戦で、ね、ホームラン王を取った陽大館もですね徐々に打撃の調子は下降気味な印象が、うん、まあ手怪我しちゃった、あの当てられてからね調子悪いよね、阪神望月から、うん、手当てられてから調子悪いな、デッドボール去年の今頃も手にデッドボール食らって、うん、療養のために2ヶ月ぐらい下にね落ちてた時期でもありました。うん、なかなかこう怪我、彼も怪我をねしちゃうという感じですよね。で、投手陣は菅野は相変わらず好調な感じがあります、うん、二軍におっしゃった畑はちょっとピリッとしてないかなという感じですね、うん、そうですね、あとポコポコ打たれた桜井はいまだにこう一軍にいるんですね。まあ中継ぎで右がいないっていうか配線処理がいないんだろうなと思って見てたんだけど、中継ぎで信用できるのは中川しか今いないんじゃないかな。中川があれですね、うん、いいスライダー持ってんなと思って、うん、あとクックだよね、うん、そうですね、ここまでなんとか7回まで追んなきゃなんないんですよ先発が、うん、はい、勝って勝ちゲームでも、はいはいはい、だからきついんですよね。トネもダメだったしパッと戦士、うん、桜井誰だ宮国、うん、だからもう先発崩れたらもう本当に火の車ですよ。そうですね、さあどうしようって感じになってくるから、昨日でもあそこで2番手が踏ん張ってればもうちょっとマシな試合、うんうん、焦って打たなくても済むような試合になったのになと思うんだけど。そうですね、うん、この辺のリリーフの安定感というのがなかなかない。まあ最初からもう懸念してた通りなんでね俺も。そうですね、リリーフはいないなと思って、うん、吉川浩太の話もちょっと今されましたけども、うん、どうでしょう、若かりし頃の山口哲也みたいな使われ方を今 してますが、ちょっとね、うん、決め球がないから吉川もなんだ山口のような鬼のようなスライダー掘ってくれるわけじゃないんで。中川ですね、うんうんうん、そうですね、中川はまあまあこれからだもうちょっと鍛えればいいんじゃないのと思うけど。そうですね、今年は勝ちパターンでと言ってもね使えたらいいですね。そうですね、さあでとりあえずカープ、阪神、横浜、中日、ヤクルトと一周回りました、うん、他球団の気になった選手とかいましたでしょうかね。選手はあんまり、まあ、昨日の村上すごいね、すごかったね、飛ばしてたなーって、ね、うん、バックスクリーン横にドカーンと思って、うわ、あれ、これは19歳なんですよね。ああいいバッターだけど、ヤクルトの大砲ってあんまり耐性しねえんだよなと思って、大砲系育てるのは、まあ、だから山田が大砲といえば、30本打てんだから大砲なんだろうけど、なんかそういう雰囲気じゃないの。巨峰っていうイメージじゃないですね、どちらかというとまあね、好打者っていうイメージなんだけど。そうですね、そう改めて言われるとヤクルトで日本人で大砲の選手、それは大杉さんなんていうのはなんだ、古い区は東映からの引っ張りだから、あと外国人はね、それはバレンティンが始まってずっと法人とかね、いろんな選手がいますけど、古いので言えばね、マニエルとかね、俺が知ってる限りで、はいはいはい、日本人対応ってヤクルトにいたかな大丈夫ですか、すいません、とりあえずこうジャイアンツにとってみたらこう逃がした魚は大きかったというイメージもあったりもするんですけどね。まあこれからですけど、ね、これからですね、体も大きいしね、まあ、とにかく苦渋がないからしょうがないなってそうですね、残念なことですが とりあえず開幕戦の順番で僕気になった選手をピックアップしてみたんですが、とりあえず開幕3連戦は増田ズームズームでやったんですけど、長野があんま出てなかったですね。
これちょっと私たち盛り上がるのになと思いながら3戦目の守備固めかなんかで出てきたのかな、うんうん、バッターボックスだったらなかったような気がするんですけどね。なんかまあ春先弱いからなあのおっさんはそうです、ね、寒いとダメだもんね。ですね。あとそうですね、トミー・ジョン手術明けの床田っていう左ピッチャー、このゲーム2試合目あったかな、ジャイアンツ勝ちはしましたが、いいスライダー、ちょっと面白いスライダー投げるなっていう風なイメージがありましたね。昨日確か勝ち投手になったんじゃなかったかな、そうですね。あと順番タイガースは3連勝したんですね、この時はちょっと僕もあんま見れてなくて、この試合はちょっとピンとこなかった、 こいつ見たいなっていう人 は思いつかなかったんですけど、ベイスターズ戦ですね、国吉がなんか人が変わったぐらいいいピッチャーになったような160キロ本でしょ。そうなんですよ。どうしたんやと思って、どうしたんですか、ね、改造手術も受けたんかぐらいね。この人は今シーズンはちょっと怖いかななんていうふうに思ってますね、おそらく勝ちパターンで使ってくるんでしょうね、っていうふうな感じです。中日に目を移しますと、相変わらず福田選手が巨人戦よく打つな、まあね、相性ですね、ボカンとあったんで、ドラゴンズはどうなんだろうな、あの与田さんに代わって、はいはい、ちょっといい感じになってきたかもしれないと思ってね、森さんも嫌いじゃなかったんだけど、面白くなるんじゃないですか。そうですね、まあタイガースとかカープより上来そうな雰囲気はあるな今年は、今のところは。そうですか、へえ、そうです、ね、ビシエドがいいからね、はい、ただです、去年の首位打者かあの人。そうです、そうです、はい、首位打者で、あ、まあね4番でってなったら、ただもう一つ優勝するんじゃないやろなと、そうですか、そっかそっか。でもそうですね、ここ最近はしばらくずっと B クラスというか回が多かった中日、徐々にこう上向いてくるのは、怖い気もしますね。あとはスワローヤクルトですね、ライアン小川に対してずっと巨人は8連敗、ダメだったよ、ね、8連敗してたんですけどね、なんとか、だからこれ打ったから勢いついたかなと思ったんです、菅野でね、で土をつけたんですがね、どこいやな、11点も取られるかねっていうぐらい、やっぱなんかピッチャーが悪いとこんなになっちゃうんだなと。あ、そうですね、あと昨日投げた高橋奎二っていう左のライアンなんですね、この人ね、4年目、それで、まあ、球速いなと思ってたけど、コントロールがね、そうですね、いまいちだったんで、まだね、もうちょっとかかるやろうなと、その10勝を上げるようなピッチャーではまだないかなと。なるほど、なるほど、まあ、ただ、まだ高卒4年目で22歳か、伸び盛りの年が。あるんでね、まあコントロールさえつきゃもうちょっといいんじゃないと思ったけどね。そうですね、2段モーションバリバリやなと思って見てたけど、そうですね、2段モーションっていうのはあの去年ぐらいに解禁されたと思うんですけども、ちょっと緩になったね、メジャーも使ってるからっていう理由で。あ、というのはじゃあワールドスタンダードっていうことなんですかね、高校野球とかなんとかでも大丈夫なんですかね。いけんじゃないかな、高校野球で2段モーションみたいなあんな難しい投げ方してるピッチャーいないからね。見たことがないんですけどね。怒られなきゃ、やっぱ難しいですからね。怒られなきゃいいんでしょうね、きっとね。と、まあ、開幕してからちょうど1週、おおよそ2週間ですかね、っていうのを軽く振り返ってみました。はい。でですね、一応、ここ最近で言うとですね、の話題で言うと、マシソンがそろそろ投球を始めたと、下でね、投げるだけなら問題ないよっていうような話もしてますが、現在外人枠いっぱいいっぱいで、ヤングマンもメルセデスも投げたら一旦一回下に落ちてみたいなね、
1回抹消しちゃうと最短でも10日でしたっけ、再登録にかかるんだけども1回に、2軍でも調整登板をさせるみたいなのでおおよそ中2週間ぐらいで、うん、ま、回していくんですかね。そうでしょうね、うん、そんな感じやろうね。そうですよね。ヤングはメルセデスとジャイアンツにローテーションピッチャー外国人2人いるんですけどもそういった使い方をしていくのかなと。ビアヌエバもゲレーロもちょっと今打線からは外しにくいですもんね。でクックもとりあえず防御率ゼロでセーブは4つぐらいついてましたっけ、ね、まあ勝ち1点差でも、まあ1点差ちょっときついかもいいけど、まあそこそこ8回までなんとかしやね、なんとかしてくれそうなピッチャーになったなとは思うんだけど、まあまあ結果オーライという感じな、クックなイメージがありますけどね。だからということでマシソモンもまだまだちょっとすぐにまだかかるんでしょ、ね、イメージじゃなくてしばらく交流戦は無理なんじゃないかな。交流戦もちょっと難しいですかね。うん、そうですね。まあ焦らずね、うん、山場はまだまだ先なんでね、そういった時に出てきてくれたら、マシソンも東京オリンピックまではジャイアンツで活躍したいなって、カナダ代表で、東京で投げたいなっていうのはほども以前言ってたのでね、焦らずやっていただけたらと。マシソンも長いですよね。長いね、もうすぐ10年じゃないですよね。だから、メッセンジャーみたいに日本人扱い、そう外人枠、外れんじゃねえかなと思ってるんだけど、そうですね、っていうような。ああそうだ、僕野球中継しながら一人でブツブツ喋るラジオもちょっとやってたりするんですけど大変ですね。ちょっとね気がついたことがあってポロッと言っちゃったんですけど、まあ、じゃあプロ野球選手って帽子をかぶってあるいはヘルメットをかぶってでずっとこう頭をこう、隠してやってるじゃないですか、で毛の薄い選手も多いじゃないですか、でもジャイアンツってなんか昔から頭の薄い選手がピンと来ないなってなんかふと振り返って、いないですね、いないなと思ったけどマシソン薄かったですねそういえば。まあね、まあ外国人はあれやからね、スキンヘッドの人、黒人も多いから、そうですね、これはなんでジャイアンツでハゲの選手がピンとこないんだろうなみたいな話をちょっと、ぽつりとした記憶があって、今、マシソンっていう言葉を出したものですが、それをちょっと思い出してしまいました。あと、そうですね、今年の東京ドームは、久しぶりにこう芝を張り替えたということで。当初はスパイクで足を引っ掛ける選手も多かったような気がするんですけれども最近はちょっとないですかね。大体慣れてきたんですかね。あとは左中間スタンドの下にパーティールームができたそうで。ああそうですね、目線がなんか選手目線ぐらいになるといい。そうですね、ね、なんか覗き込むみたいな感じで。そうですね、これね、名前がね NZK って言うんですよ。覗き なんかそんなような。ああそういう意味なんですかね。なんかで聞きましたね。ああそうなんだ。NZK 覗き窓か。ああ。なんかそんなようなような感じ、そうそう NZK で NZK って読むって書いてありましたね。で二部屋あって、1の方は定員が15名で、料理ドリンク込みで税込み30万円なんですね。で2の方は定員25名でダーツ の、あのマシーンが置いてあるんですけども、これはね税込み62万5千なんです、おお、誰がなんでそうだったいわゆるこう IT 社長さんみたいな人が来るんですよ。まあ接待やろね。ああなるほどね。接待とかそんなもんじゃないけど、よかりんはね。そうですよね、会社の前任やね。まあ、それでもねと思うけどね。本当にこんなとこで変なことはないようにお願いしたいと思うんですよね。スキャンダラスなことがジャイアンツ最近ここ数年多かったもんでね。
ねえ、もうクビですよ、本当に。さっさと。ぜひ、あの健全に使っていただきたいなっていうふうに思ってたりするんですけどね。そうですね。で、一応来週からは、鹿児島、熊本で、広島戦から、カープね。するんですかね。というようなとりあえず2週目が始まるわけですけども、2週目はさっきあのジョバーニも話しました、吉川尚輝不在で始まるわけですね。で、一応吉川大輝を落として山本が選手が上がってきました。そうです ね、あとは現在1軍にいる選手は若林っていう選手がいまして、若林ね、一応この子もあの内外野両方守れるっていう選手、あのね、立岡の代わりでしょこれ。立岡落としたから、まあ、重信が代わりに入ったのかな。はいはい、そうですね、若林、そうですね、一応一軍に上がってきてはいるんですけど、まだ出場機会あるのかな、しっかり登録はされてないんじゃないかな。されないんですっけ。で、石川慎吾が登録されたんで。ああ、そうですね、お父さん、この若林選手はお父さんが太陽の若林っていう選手。そうそうそう、若林さんね。ご存知ですか。知ってましたよ。じゃあ結構一軍で出てた選手なんですか、この若林。まあ結構でも行ったり来たりじゃなかったかな、確か。記憶があります。じゃあ、なんとなくね、野手の選手だったんですかね。まあまあ、とにもかくにも一応若林、桐蔭学園、法政大学、JXN を出た、昨年のドラフト6位ということですわ。で、イケメンでおなじみなんですって。でも、いまいちこう、売りがパッとしないんですよね。こんなことができるよっていうのが。そうですね。めっちゃ足が速いとか、めっちゃ守備がうまいとか、小技がすごいとか、そういう、大きいの打てるとか、そういうんじゃない。ようなイメージがあるのでね。まあね、ちょっと吉川尚輝の穴を埋めれる選手、穴はちょっとなかなか埋まらないんじゃないかな、感じないですね。で、セカンドができるでいうと2軍にマルチネスという外人がいるんですがはいはい、はい、さっきも言いました、外人枠の関係でこの人も上げれない、もう上がれないっていうね、上げれないですね。で、2軍に目を移してちょっと見てみたんですけども、2軍のレギュラーセカンドで今増田大輝っていう選手がいるんですよ。これは、ね、2015年の育成ドラフトの1位で、はいはいはい、近畿大学を中退した後、徳島のインディゴソックスに入って、はいはい、その育成ドラフトを指名受けたと。で、奥さん、妻子を阿波市に残して球団寮へ入ったよっていうのをですね、壮絶プロ野球選手の妻たちっていうテレビで去年やってたんです、はいはい、これちょっと見てたんですけど、一応ね、守備と足が売りの選手ではあるんですが、やっぱ打ってほしいんですよね、レギュラーで使うと、ね、まあね、これもちょっと寸法が合わんなっていう感じで、まあ、一軍経験もたっぷりある山本選手と田中俊太のこの併用になってキューバをしのいでいくんでしょうね、きっとね。そうですね、というようなイメージで、おります。はい、そうですね、こんなとこですかね、この2軍経験、はい、そんな感じですね。まだ始まってちょいだからね。そうですね。はい。そうですね。昨日テレビをぼーっと見てたらです。ぼーっとというか野球中継見てたら、打撃コーチって今年は後藤隆なんですね。プロ野球チームプレー、コープレーでは3球続けて自打球が出たような、背番号50の選手だった印象があります。レギュラーでもなかったですね。なんか大使と同じ実績がある選手でもないですけども、やっぱ元木や宮本のように明るい印象からこう据えたんですかね。どうかな、でもこれが初めてのコーチではないはずなんです。確か何年か前にやってたとは思うんですけどね。この後藤が確か一軍は一人で打撃コーチのはずなんですよね。
吉村は総合ですからね。そうですね、吉村総合、まあ、元木は守備だしね、まあまあ、まあこういう構成になっているので、っていうような感じでしょうか。はい、はい、というイメージなんですね。まあいいや、とりあえず1周終わって現在3位と、8勝6敗ですよ。貯金が2ですね。もうちょっと行ってもらわなかんな。そうですね、うん、10勝5敗が一つのボーダーかなと思ってた、あのなんていうかな、ここ2、3年優勝してないんだから勢いをつけないと、はい、ダメかなっていうふうには思ってましたけどね。カンフル剤的に、そう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 、例えば誰だろうな、上原、だからそれが吉川だったんだけど、まあいないんだからしょうがないから、坂本とか丸は調子いいんでまだいいかと思ってるんです。そうですね、まあ、カープにどん新市のカープにどれぐらいやれる、対戦できるかでちょっとバロメーターがあるかもしれないし、そうですね。現在カープは4勝11敗と3年連続セリーグの優勝チームのカープですけれども、開幕戦でぶつかった時にやっぱ丸が相手にいないことと、あとベンチに新井とエルドレッドがいないのが僕は大きいのかなって思いました。なんか代打でね、国防とか出てきてもあんま怖くないじゃないですか。そういった部分で、何でしょう、例えば野間とか西川とかが一生懸命丸の穴を埋めようと頑張ってはいるとは思うんですけども、さすが2年連続 MVP の穴はなかなか埋まらないというような、そりゃそうですね、感じもあって、で徐々になんか SNS では弱いカープは嫌いだみたいな、ね、カープファンの、いわゆる多分、ね、にわかって言われるカープファンの人だと思うんですよね。まあまあ、弱いカープ知らないというか、そうですね、我慢ができないのかどうか知らないですけどね、こんなもんですよ、カープも、ジャイアンツも。カープはね、明らかに金属疲労でしょ、ジャイアンツも3連敗した後ガタガタになってたもん。そうですね、やっぱしんどいと思いますよ。そうですね、3年連続セリーグ優勝の大将がこの辺り回ってきたんですね。なるほどなるほど、そういったこと、ね、と思いますよ。なるほど、いわゆるこう、カープ女子に代表されるカープ人気のほとんどもやっぱ にわかと言われる人たちが、まあね、まあ、お客さんが入ることはとてもいいことだと思うんですけども、弱いカープは嫌いだっていうカープファンに対して子さんのカープファンが怒ってるみたいなね、そんな SNS で、そんなもんだぞと言いました。あとなんか負け試合で尾形監督がちょいちょい会見を拒否しているっていうのもね、出てるみたい、ニュースで出てました。この辺の不協和音が今後どうなっていくかっていうのも見ものではあるのかなって思ってたりもするんですけどね。はい。はい。てなことで、こんなところにしときましょうか。はい。いいですかね。はい、大丈夫です。大丈夫ですかね。はい。はい。4月号でございました。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうも。じゃあ5月号もまた来月も一つ、はい、よろしくお願いしますね。はいはい、はい、じゃあこれで締めたいと思います。本日は以上でございます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。